マックス・フォン・ペッテンコーファー。マックス・ヨーゼフ・フォン・ペッテンコーファー。マックス・ヨーゼフ・フォン・ペテンコーファー。八百十八年十二月三日から1九百一年二月九日は、ドイツ・バイエルン王国の衛生学者、科学者。生は、ペテンコーフェルとも表記される。科学的手法を用いて、衛生学の発展に寄与し、ミュンヘン大学にドイツ初の衛生学講座を設立して、 その教授を務めた。近代衛生学の父、環境医学の父、実験衛生学の父とも呼ばれる。特に生活環境と病気発生との関係を重視して、下水道整備の重要性を解き、下水道の普及と衛生行政の発展に多大な功績を埋めた。一方、病気の発生理論に関わる見解の違いから、ロベルト・コッホラと論争を行い、これらの病院論争において、 これら金を自ら飲んだエピソードでも知られる。小方正樹、森林太郎、森外のドイツ留学時代の恩師であり、彼が外なったドイツ式の近代衛生学が日本の衛生学に与えた影響も大きい。なお、外の孫の名前であるマックスは、ペッテンコーファーの名前から名付けられた。ペッテンコーファーは、1818 18年に、 ドイツ南部のドナウ流域リヒテンハイムの貧しい農家の第五子として生まれた。8歳の時にミュンヘンの王立施設で主任薬剤師として成功していたおじに預かられ、その日後の元西洋文化と思想についての十分な教育を受けた。優れた成績で彼の教師から言語学研究に進むことを職望されながらも後継者を求めていたおじの望みに応えるべく薬剤師。 しての道を選んだ。1837年から1843年にかけて途中で俳優を志して一旦中断したものの、ペッテンコーファーは薬学を治め1843年に薬剤師免許を取得した。1839年と1841年には薬学に加えて医学生としてもミュンヘン大学に学生登録した。 この頃すでに科学研究者としての卓越した才能を見せ、1842年には従来よりも勘弁かつ高感度な新しい日の検出法を開発して学会から称賛された。1843年3月には薬剤師免許、また同年6月には当時ミュウン編で蛇毒やコレラの治療に有効とされて用いられていた中南米産の薬用植物、ミカニア。 ミカニ・アグアコの薬理作用に関する論文で医学博士号を取得した。医学と科学の両方に精通したペッテンコーファーは、1844年、ビュールツブルグ大学のヨーゼフ・シェーラー、ギーセン大学のユストス・フォン・リービヒから奨学金を得て、彼らの下で医科学研究に従事した。この期間に彼は、単獣やクレアチニンなどの生体物質を検出するための、 重要な科学反応を発し、生理学の分野で多大な貢献を果たした。ミュンヘン大学では、ペッテンコーファーを呼び戻すために、医科学講座を新設してその庁に就任させる計画が持ち上がったが、政府が資金難を理由に新講座の設立を許可しなかったため、計画は頓挫した。このために、大学での職が得られなかったペッテンコーファーは百四十五年にミュンヘンに戻り、 王立造幣局に就職した。ここでも彼は直ちにその才能を発揮した。当時の造幣職人たちは古い硬貨を溶かして再び鋳造するとき再生分離した金に銀が不純物として混入し純度が落ちてしまうことに頭を悩ませていた。ペッテンコーファーはその原因が元の金に含まれていた白金によることを見抜き同時に高純度の金、銀。 発金をそれぞれ再生可能な分離法を考案した。市のリービッヒにもエレガントな方法と絶賛されたこの功績に対して政府はペッテンコーハーを由緒あるバイエルン科学アカデミーに加え1846年に巡会員1856年に正会員さらに1847年にはミュンヘン大学医学部の病理科学講座の助教授として 大学研究者としての職を与えた。また1849年にはバイエルン内政府の医療顧問になり、行政における発言権を獲得。1850年には宮廷薬剤師としての地位につき、1853年35歳の時にミュンヘン大学医学部の有機化学講座の成長に着任した。ミュンヘン大学では、 主として、人の代謝と栄養に関する研究を行い、1862年には、助手であり、親友でもあった、カール・ホイトとの共同研究で、人が入ることの可能な大型熱量計を開発して、人生理的熱量の測定法を確立し、呼吸と代謝に関する実験で成果を上げた。また、ペッテン・コーファーは、医学、薬学、科学など、 多岐の分野に精通していただけではなく、実験科学の考えに根ざした実証的な検証と、複数分野を有機的に結びつけた、科学的世界観を有していた、大屈指の研究者であった。その業績は、異科学にとどまらずに多岐にわたり、そのいずれもが科学、行政、産業、美術に、多大な影響と貢献を果たした。 これらの研究は、バイエルン王国やミュンヘン市民の要請に応じて、なされたものが多く、事前に他の専門家に相談したものの解決できなかった、問題が多かった。しかし、ペッテンコーファーは直接の専門分野でない難問でも、見事に解決した。なお、これらの研究は今日であればそれぞれ特許を取得して、大きな利益が得られるほどのものであったが、 ペッテンコーファーがこれらの研究成果を独占して直接の利益を得ることはなくあくまで国家と国民のために行ったと言われる。オリシもヨーロッパでは国家主義の風潮が強まりつつあった中ペッテンコーファーはこれらの業績によってバイエルン科学界のリーダーとしての地位を獲得していった。やがて間もなく1871年のドイツ統一によってバイエルン王国が ドイツ帝国に統合されると、首都になったベルリンを含むドイツ北部地域とバイエルンなどを含む南部地域は互いに競争し合うライバルのような存在になり、ややもするとドイツ南部は野蛮な田舎者の住む地域だというやゆを受けることもあったが、その中においてペッテンコーファーはバイエルの先進性をアピールするミュンヘン市民やバイエルン王国民の誇りと呼べる存在でもあった。 19世紀の中頃から20世紀にかけて、ヨーロッパは度重なるコレラの大流行、パンデミックに見舞われていた。コレラの猛威は、個人の生命を脅かす、医療上の問題だけでなく、経済的、社会的、法的な問題をも引き起こした。今でこそ、コレラの原因が、コレラ菌であり、コレラ患者の糞便に混じって排出された細菌が、 水や食物を汚染して別の人に感染することが分かっているが、当時はまだ細菌が病気の原因になりうるということすら知られておらず、病気が起きるメカニズムについては二つの仮説が立てられ、そのどちらが正しいかについて論争が続いていた時代であった。二つの仮説は、それぞれ宮妻、小季節、コンタニオン、接触性伝染体説と呼ばれる。宮妻説は、 コンタギオン説より古い学説で、毒によって汚染された沼などから立ち上る、悪い空気、イコール小気、ミヤズマなどの汚染物質に触れることで、人は病気になるという考え方である。一方、コンタギオン説は、患者から患者に直接伝染し得る、接触性伝染体、コンタギオンが存在し、これと接触することによって病気が発生するという考え方である。 しかし当時からすでにどちらの学説にも不備があることが指摘されていた。宮津馬説では流行地に行ってきた人が感染源になって別の土地で流行を引き起こす現象を説明することができなかったし、コンタギオン説では患者と間違いなく密接に接触している医療関係者必ずしもこれらにかからない理由が説明できなかった。このような時代背景の中、ペッテンコーファーが バイエルン王国政府のこれら対策委員会の一員として研究に着手したのは1849年のことであった。当初、彼は分析科学の手法を用いて患者血液や糞便などの分析を行ったが何の成果も得られず、ついには科学はまだ発展途上であって、これらの謎を解くことは愚か、その発症に関わる。 基礎研究としての役割も果たせないのだと結論づけ、糞尿を科学分析したところで脈を取るほどの成果も得られない時代遅れの方法だという言葉まで残している。病気を解明するための分析科学に見切りをつけたペッテンコーファーは疫学にその回答を求めた大規模なデータに基づいて彼はこれらの病原体が腸管内部に存在しており、 人の糞便を用いて広まるという仮説を打ち立てた。ただし、彼が考えた、このこれら病原体はそれ自身が単独で人に接触しても発病させることはなく、土壌に存在している何らかの腐りかかった物質と混ざり合うことで、これら直接の原因になる環境汚染物質を作り出すというものであった。この病原体に対する学説は、宮島説に近いものの、 旧来のものとは異なりコンタギオンの存在を認めた上で環境汚染こそが病気の主因になるとする新しい第3の学説であり複合病院説と呼ばれたこの説に基づいてペッテンコーファーはこれらの流行を防ぐためには土壌から腐敗性の物質を除くことが重要であると考えた特に生活排水や産業排水が土壌に混じることを避けるために 上下水道を整備することの重要性を政府と市民に強く訴え続けた。中でも1873年にミュンヘン市民に向けて行った講演では、イギリスの上下水道整備による死亡率改善の結果から綿密な計算を行い、ミュンヘンでは年間35万フローリンもの節約につながることを示した。このことは市民の健康を維持、すなわち公衆衛生が 行政にとって莫大な価値があることを具体的に示した初めての例だと言われている。これらの意見を受ける形で、ミュンヘンを中心に上下水道の普及が行われ、結果的に患者から排泄されたこれら菌が処理されることで、これらの流行拡大にも歯止めがかけられた。また同時に、当時のヨーロッパで流行していた腸チ,チフスによる死者も減少した。 これら一連の活動によって、衛星学は医学上で重要な学問として認識されるようになり、1875年以降、ミュンヘン大学をはじめとするドイツの大学の医学部では、衛星学の講義が行われるようになった。そして、ペッテンコーハー自身は、近代的な公衆衛星の第一人者として、1876年には、ドイツ初となる衛星学講座を、 ミュンヘン大学に創立し、その初代教授に就任した講座としての正式な率は1879年だが、ペッテンコーハー自身は準備期間等を含めて1876年を創立年だと考えていた。衛生学に関する代表的書物をいくつも表し、また1883年には衛生学分野の科学論文雑誌、アーカイブ FR ハイジンを創刊した。 この科学雑誌は、衛生学研究の中心的な役割を担うものになり、多くの医科学研究論文が投稿、掲載された、この科学雑誌は後にインターナショナルジャーナルオブ、ハイジーンインバイレンメントルヘルスと名前を変え、2005年現在に至るまで継続している。これらの業績によって、衛生学は、当時のヨーロッパで、医学分野の花形として、 中心的な役割を果たすものと考えられるようになり、ペッテンコーファーも、また、ドイツだけでなく、ヨーロッパにおける、学英生学の権威としての地位を確立した。1876年に、ロベルト・コッホは、炭素菌を発見し、これが、動物の炭素の原因であることを証明した。さらに1882年に、結核菌を発見したことによって、 人においても細菌こそが病気の原因であり、それが、いわゆるコンタギオンとして伝染しているという、細菌イコール病原体説が提唱され、細菌学が、一気に医学分野の最先端として、流星を迎えた。しかし病気の原因が、環境汚染にこそあると考え、公衆衛生の重要性を第一に考えていた。ペッテンコーファーは、この説に異論を唱え、 しばしば細菌学研究者と論争を起こした。例えば、1888年には、パリの考え農場拡張事業の是非をめぐって、病原細菌が考え地に蓄積される危険性を指摘し、反対の立場を取ったルイパスツールに対して、細菌学者の基上の理論でしかないと反論し、考え賛成の立場を取った。ペッテンコーハーが行った論争のうち、 最も有名なものはこれらに関するものである。ペッテンコーハー自身は、上述したように、これら発生の原因として複合病院説を提唱して、自他共に認める、これら研究の第一人者になっていたが、1883年に、国宝がこれら患者からこれら菌を分離し、本菌こそがこれらの病原因子であると主張したことで、ヨーロッパ医学会を2分する。 大きな論争に発展した。また、ペッテンコーハーは、衛星学の第一人者として、最近学者らと論争しただけでなく、同じ衛星学の分野でも論争を起こしていた。イギリスでのコレラ流行時に、初めて疫学調査を行ったスノートは、公衆衛生の実践方法として、上水道に対する見解の違いで対立した。疫学調査から水源、井戸の重要性に注目して、 上水道の整備を重要視したスノーに対し、ペッテンコーファーは上水道の重要性について認識していなかったわけではなかったが、むしろ下水道の整備こそが重要であるとの考えを曲げなかった。イギリスの一海業医に過ぎなかったスノーと、すでにドイツ医科学界の重鎮であったペッテンコーファーという立場の大きく異なる両者の論争だったが、これもヨーロッパを二分する。 衛生学上の大きな論争になった。この校舎の論争については、1892年8月に起きたドイツハンブルクでのコレラ流行の時に集結を迎えた。当時、ハンブルクとその近郊のアルトナという二つの都市は、人口規模も同程度で同様の下水処理施設を保有し、同じエルベ川の水を水源としていた。しかし、この二つの都市では、 浄水処理方法にのみ違いが見られた。ハンブルクでは、ペッテンコーハーの説に従い、短時間沈殿処理という関連な浄水処理だけを行っていたのに対し、アルトナでは、観測サロカ処理という、より厳密な浄水処理が行われていたのである。そして1892年のコレラ流行では、ハンブルクで8500名のコレラ患者が出たのに対し、アルトナでは、 わずかな患者が出るにとどまった。この結果は、これらの予防における浄水処理の重要性を如実に示したものであり、ペッテンコーファーは論争に敗れたことを認めざるを得なかった。スノーラ浄水道論者との論争に敗れたペッテンコーファーは、同1892年10月にもう一つの論争に決着をつけるべく行動を起こした。すでに、 その後の細菌学の発展に伴い様々な病原細菌が発見されることで、国保との論争でも次第に劣勢になっていたペッテンコファーは、自らコレラ菌を飲んでも発症しないという証拠を示すことで、国保の提唱したコレラ菌病院論を否定して、自説の正しさを実証しようと試みた。コレラ菌人員実験は、近代実験医学の父とも呼ばれたペッテンコファー、 らしい、綿密な実験計画に基づいて行われたものであった。実験の構成を期すために、これら金はあらかじめ国宝が培養し送付したものが用いられ、発祥に十分だと考えられていたよりも、はるかに多く、十億個以上、軍の一個死体を壊滅させることができるとことれるの、生きた金が存在していることを確認した上で、用いられた。さらに実験に先立って、 重装液を服用して、胃酸を中和し、胃の殺菌作用による影響を除外するという点まで配慮された。実験は10月7日から行われ、翌日には、ペッテンコーファーには、何の異常も現れなかった。10月9日午後から下痢の症状が現れ、13日まで水曜の便が続いた後、15日になって正常に戻った。 しばしば誤解されることであるが、これらとはあくまで激しい下痢だけではなく、脱水症状を伴う疾患であり、ペッテンコーファーは、これら菌によって激しい下痢を起こしたもののこれらは、発症しなかったのである。さらに、実験期間中の糞便は、細菌学的な検査に回され、その中から、これら菌が分離されることも確認された。この結果は、コッホが提唱した。 これら菌イコール病原説の欠陥を指摘するものとなり、ペッテンコーファーは、コッホの言う、これら菌とは、これらとは、無関係な、あるいはせいぜいこれらに伴う、下痢の原因にはなるものの脱水症状には、無関係なものであるとして、自説への確信を一層強めた。しかし、同時代の他の研究者によって、人員実験が追試されると、事態は当初ペッテンコーファーや、 コッホラが考えていたものよりも複雑であることが判明した。例えば、ペッテンコーファーの弟子であり、同様に人員実験を志願して行ったルドルフ・エメリッヒは、コレラによる脱水症状で既得状態に陥り、その後一名だけは取り留めた。また、二十世紀初頭にイリア・ミチニコフが行った人員実験では、ペッテンコーファー同様、下痢のみでコレラは発症しなかった。 このように、同様の実験においても、その結果がまちまちであり、これら病院論は対立する二説の間で明確な結論が出ないまま、再び紛糾することとなった。人員実験が終わった後もしばらくは、以前ヨーロッパ医科学会の権威として活動したペッテンコーファーであったが、間もなく高齢ゆえに、表舞台に姿を現さなくなった。そしてうつ病を発症し、 1901年2月9日、ミュンヘンの自宅でピストル自殺を遂げた。遺体はミュンヘン南墓地に埋葬された。ドイツ、特にミュンヘンなどの南部地方で活躍し、下水道の普及の大きな原動力になったことから、ドイツでは非常によく知られ尊敬を集めている人物の一人である。また本来の専門とは異なる科学分野の多岐にわたる。 活躍も高く評価されている。しかし晩年に大きな論争で敗れたことも影響して、ヨーロッパ圏以外での知名度はあまり高くない。これら金をめぐるスノーやコッホとの論争においては、当時すでに科学界の重鎮であったペッテンコファーを権威主義者と位置づけ、これに対する姿勢の一海業医、スノーや新進気鋭の若手研究者、コッホという対立の構図で、 いわば、仇役として描かれることも多い。これら菌の自認実験については、医学倫理上の是非をめぐって、研究者自身の生命に危険を伴う実験が許容されるかどうかという論争が実験直後から巻き起こった。いかに確信があるとはいえ、致死量を超えるとされる量のこれら菌を飲んだペッテンコーファーの行為は、現代でもしばしば向こう水のぐこうとして批判にさらされている。 しかし、ペッテン・コーファーの行動は、ベルナールが実験医学助説に表した指針、すなわち、たとえ科学の発展や大多数の人の幸福につながるものであっても、被験者にとって害にしかならない実験をしてはならない。この原則の例外は、自己実験のみであるとする人体実験の禁止という19世紀の当時の実験医学倫理に忠実なものだったという評価もあった。例えば、 これに対して、イリア・メチニコフは梅毒に対するカロメル、観光、塩化水味に合い難抗の治療効果を確認するために、メチニコフ自身ではなく志願した学生に梅毒を感染させる実験を行い、避難の対象となったことがある。なぜペッテンコーファーがコレラ菌を飲んでも発症しなかったのかという正確な理由は不明である。たまたまペッテンコーファーが飲んだコレラ菌が、 実験室での培養を繰り返すうちに弱毒化していたのではないかという説や、あるいは、ペッテンコーファーが病気にかからないという信念を持っていたことによるプラセボ効果ではないかという説で、様々な説があるが、一般には何らかの理由によって、ペッテンコーファーがこれら菌に対して抵抗性を持っており、発症したエメリヒは、その抵抗性が弱かったためだという、 宿主側の抵抗性によって説明されることが多い。ペッテンコーハーは若い頃に一度、コレラに罹患したことがあったため免疫を獲得していたのではないかということや、また血液型が、O 型の人間は、コレラ菌に対する抵抗性が弱いということが後に明らかになり、このことが一連の実験結果に影響していたのではないかということも指摘されている。いずれにせよ、 それまでのコ国ホの細菌病原論においては、病原体である細菌の特性のみは注目されていたが、実際の病気の発症には、病原体側だけでなく宿主側の要因も大きく、関与している子が、その後の研究から明らかになった。そのため、コ国ホが最初に提唱した、コ国ホの原則が、絶対的な原則ではないことが明らかになり、それが日より未完成症などの発症メカニズムの、 解明にもつなった。ペッテンコーファーは、ドイツ国外からの留学生も多く受け入れた。その中には後に、東京大学衛生学講座の初代教授になった、小形正樹や森林太郎、森大貝らも含まれた。彼らは帰国後、日本の医学界に衛生学の考えをもたらし、公衆衛生的な観点から上下水道整備の重要性を説いた。初代衛生局長として、 日本の公衆衛生の発展に寄与した長代戦祭もペッテンコーファーがその整備に関与したヨーロッパの上下水道整備を視察している。森鴎外はドイツ留学直後の1885年にペッテンコーファーに支持し、後に北里柴三郎の勧めでペッテンコーファーと対立していた国ホにも支持したが、ペッテンコーファーは環境と下水道を国ホは 病原細菌と上水道をそれぞれに重視し、もう片方を軽視する傾向があると評しながら、自分自身はペッテンコーファーよりの衛生学的な率を選んだと言われている。王外はペッテンコーファーを敬愛しており、初孫の名前であるマックスはペッテンコーファーの名前から名付けたと言われる。さらに王外が陸軍軍医時代に、活気の病原近接に固執し、陸軍兵卒に、 多くの被害者を出した永因を彼の死であるペッテンコーハーが最近学に敗れたことへの反省に結びつけて考える者も,もいる。しかしペッテンコーハーの死後ヨーロッパにおける最近学のさらなる流星と日本にそれを持ち帰った北里ら北里大学のグループの世界的活躍によって日本では衛生学及び下水道の整備が軽視される方向に向かったとも 言われており、これが日本での下水道普及率の低さの原因とする考えも存在している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。